ネル北村優の独身飯というわけで、今回は焼きそばを作っていきたいと思います。いつもの先生をお呼びしたいと思います。どうぞ。どうもじゃないんですよ先生。はい。前回とかと全然違うじゃないですかそれ。これ、はい、前回のやつがあんまり評判が良くなくてちょっと可愛くしてみた感じ。そうそう、そういうこと。それは何ですか。クマ、白クマさん。白クマです。あ、白、あ、まあ、全体的にね、白クマさん、はい、白クマです。わかりました、はい、よろしくお願いします。独身飯。それでは先生、はい、材料説明、はい、材料説明、今日少な、はい、もう今日は簡単にいきます。焼きそば、はい、豚肉、野菜、これ切っちゃダメなの、ミックス野菜。いや、ミックス野菜、そう、ここがね、今回注目なんですよ。独身って、ま、切るのも後々勉強はしたいですけど、はい、もう手軽に簡単にサクッとやりたいんですよ。だから今スーパーとか行くと、もうミックス野菜で売ってるじゃないですか。はい、やっぱそれぐらいスピーディーに独身はしたい。だから今回はミックス野菜で、もういかにスピーディーに作れるかっていうのを美味しくね、チャレンジしたいと。わかりました。はい、じゃあもう立っての願いということで、はい、今日はこれでいきます。はい、そして調味料、はい、粉末ソースですはい、まあ、焼きそばね、だいたい買うとついてますよね。必ずついてますからね。それだけでいい、余すことなく使っていきましょう。わかりました。はい、じゃあ今日はこんな感じでやっていきます。独身飯。はい、はい、もう用意されてますけど、はい、本当にこれだけになってきますよね。はい、切って豚肉を用意して、ミックス野菜もある、麺もある、はい、いきますか早速。はい、なんか今日注目ポイントあるんですか。今日の注目ポイント、はい、はい、麺をほぐすです。麺をほぐす、麺をほぐすが注目ポイントです。先生、はい、麺をほぐすやり方僕知ってますよ。本当に、はい、僕勉強してきましたから。おい、言っちゃっていいですか。はい、料理酒使うんですよ。料理酒書いてないね今日。本当だ。あれ、料理酒でやるんじゃなかったっけ。まあまあ、今日は違うので簡単にいきましょう。簡単に。うわ、さすが。バーベキューとかでも使えるんですか。おー、いいですね。ええ、じゃあいきますか。はい、やっちゃいましょう。独身飯。ではお肉からいきますか。はい、僕勉強しましたよ前回の動画から。火はつけないで広げるんですよね。はい、そうです。よっしゃー、復習できてる。こんぐらい。はい、豚肉、はい、豚肉、豚肉をね、こうやって広げるんですよ、火つける前にね。前回早送りにされてませんでした。いや、そうです。これはね、どうもうまくいかないですね。はい、こんな感じ。はい、では火をつけて。はい、はい、強火から中火にしていくんですよね。そうですね。はい、火を中火にしてください。中火に、はい、はいはい、野菜を全部入れてください。入れます。早いね。だだだだだ。ひと混ぜして、はい、ひと混ぜください。ひと混ぜ、はい、はい、オッケー。まあ、いいでしょう。ここからが味噌になります。ここから味噌、はい、この上に麺を乗っけてください。この上に、野菜の上に麺を、野菜の上に麺を置く。はい、はい、蓋を、蓋してください。お、はい、いいですね。蓋をすると、これも全然アルミホイルとかでいいってことですね。そうですね、はい。特に蒸し焼きってやつ。蒸し焼き、はい、それで麺がほぐれやすくなる。なる、はい、すげえ。これでお酒を入れなくても、うん、野菜の水分でほぐれやすくなると、はい、野菜の水分を使うわけですね。そうなんですね。まあ、外でやったりするとお酒持ってないようなって時は、バーベキューとか持っていないですよ、料理酒なんて。日本酒飲む人もそんなにいないですよ。いないいないいない。僕の豆知識としては多分いいと思います。何分ぐらい。3分ぐらい。3分ぐらい、ああ、そうそうそう、覚えやすい。ちょっと火も弱めますか。弱め、はい、独身飯。3分経ちました。はい、はい、では開けてみましょう。はい、どう、温かくなってるかな。多分これほぐしてみましょう。ほぐしちゃっていいですか。はい、うわ、すげえ、ほぐしやすい、ほぐしやすいね。うわ、すごいわ。
粉を入れていきましょう。粉を、はい、投入。全体的に、全体的に。あ、やばい。で、混ぜて大丈夫ですか。はい、でさっきの野菜から、はい、水が出てるので、はい、さらに混ざりやすくなってると思います。おー、ほんとだ、すごいわ。じゃあこれ、焼きそばに水入れるじゃないですか。はい。そういうのしなくていい。しなくていいです、十分水が出てる。うん、はい、これすごいわ、すごい簡単だわ。よく混ざったら仕上げに強火で、強火で混ぜちゃって、強火にして混ぜる。めちゃくちゃ簡単です。いや、これ簡単よ、本当に。いいね、なんかこれさ、この日曜日とかのさ、夕ご飯的な時にさ、焼きそば作って、だいたいこうちびまる子ちゃんとかさ、サザエさん見てみたいな生活だと思うんだ、日曜日の独身の男の人は。だからちびまる子ちゃん始まる45分前ぐらいに作り始めれば。45分じゃ遅すぎない？そんなにかかる時間？かかんないか、わかんない。じゃ10分前ぐらいで見てくる。なるほど、 OK じゃないですか。はい、 OK です。完成。ほんと早いわ、独身飯。綺麗に盛れるコツを教えましょうか。教えてください。はい、先に麺をお皿に乗せてください。おお、なるほどね、麺を。はい、これでも一手間ね。だいたい盛れたら、その上に具を乗せていく。この上に具を乗せる。はい、これは一気に、まあ、バランスよく、ね、バランスよく、ね、あ、そうそう、いいね。確かに、そうね、彩りが上に来たりするわけね。そういうことでございます。あ、なるほど、こんな感じかな。はい、かつお節と青のりですね。はい、いければ、まあ、完成です。あるところ、ある持ってる人はって感じですよね。そうですね、これでもいいし、はい、乗せるとは美味しいですよ、ね。女子と食べるときは青のり気をつけて。ああ、そうね、そう、それだよ。そう、女子青のり気にするからね。そうそうそう。じゃあマヨネーズとかもありなのかな。そうです。あ、お好み、はい、好きなのかけてください。できましたー、イエーイ。それでは実食、独身飯。味の方もね、どうなのかっていうね、ちょっと試していきたいと思います。粉でムラになりやすいんでね。確かに。先生、はい、三つ星っす。いや、やばい、すごいっすね。簡単でしょ。簡単だし、うん、あれでちゃんと野菜に火通ってるし、麺も柔らかいね。そうなんです、野菜の力がね、うん、このやっぱ蒸すやり方絶対使った方がいいと思います、うん、はい、というわけで北村優の独身飯ソース焼きそば編でございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしております。では以上、北村優の独身飯でした。ありがとうございました。